さあ今宵も行きましょうか。本日紹介する死刑囚は西川正勝。なんと18歳以降たった5ヶ月しかシャバにいなかった、そんなやつなんですよ。18歳の時に殺人を犯しまして、それで10年間服役、その後出所するんですが、強盗傷害事件を起こし7年間服役します。で出所後暴力団員を頼り、その家に行くんですが、その暴力団員の奥さんを脅しお金を盗んで消えます。その後兵庫、島根、京都などで強盗殺人を行っていきます。手口としてはもう終わりかけのスナックに行き、そこでお金を奪って殺害。その後女性落語家の桂あやめさんもこいつに襲われております。ただこの時は現金14万円を支払ったら、ちょっと態度が軟化してったそうでございます。最後は母子家庭の家に侵入し、そこで母親に説得され逮捕となりました。その際自暴自棄となっており、もう自分は死ぬしかないなど述べていたそうなんですよ。そんな西川は2017年7月13日に死刑が執行されております。不遇な幼少期ではあったんですが、とは言っても真面目に生きている方もいるんで、そんな中ちょっとひどいなとは思いますね。ではチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。